その意気込みは買うけど、倒すのはやめておこうな。出かけていった。俺は掃除掃除と、お、ようやく管理人らしいことしとんな。あっという間に日が過ぎて、今日は日曜日。ワークショップの日だ。お前関係ねえじゃん。サボり気味だったこともあり、午前中を全部使って食堂、おー、管理人らしいことしとるじゃん。今日は誰もいない。あ、そう。てーん、てーてーてーん。レッスン、失語。あ、失語。失礼と仕事が混ざった。仕事。舞台、お、行けよ、舞台。昨日2公演、今日2公演、全4公演。あ、昨日見てんか。お見るんだ。行こうぜ。行こうぜってか。行ってくれよ。鉄心と見る手だったが逃げ切れない仕事が入ったらしくて。うわ、マジか。翌朝にクルースのラジオが始まるというイベント盛りだくさんの日。いいじゃん。テンションがどうにも上がりきらない。なんで？やることいっぱいあっていいじゃん。ありがちな悪い流れに落っこちないといいなってちょっと不安になっちゃって。見守れよ、成長を。俺にはその不安はそこまで実感できていない。ここ最近の瀬能さんは常に楽しそうで生き生きしていたから、この舞台が終わって仕事に心機って前向きに臨めるなら悪い流れにならないと思えなくなっていた。いいじゃん。お、もう公演か。あれは何の日だろう。あんな赤く光る日は何を燃やせばできるんだろう。ジョバンニ、サソリの日だな。あら、サソリの日のことなら私知ってるわ。女の子はないだろ。銀河鉄道の夜。女の子の名前つけろ。って何だい？誰？誰が、あ、序盤に君が。男の役だが導入入ったもので感心してしまう。ショタボイス。見に来た価値があったというもんだ。何目線だよ。同級生の頑張りに拍手だろ。スタンディングオベーションだろ。役者に届くつんなよ、ほど近い。へぇー。舞台前はフラットなスペースになっていて、座布団が置かれた、敷かれただけの座敷5列。100人、100人って結構な規模だと思うけどね。こじんまりなんだ、100人で。100人集めるのもすごいと思うよ。短い帰国期間だと思うんだが、相当な情熱を傾けたことがよくわかる。僕たちと一緒に乗っていこう。僕たちどこまでだって行ける切符を持ってるんだ。お、一日だけど私たちもうここで降りなきゃいけないのよ。一日乗車券。ここ天井へ行くとこなんだから。天井。ズバ抜けてうまいというより、これはカムパネルラ。また僕たち二人きりになったね。カムパネルラ。どこまでもどこまでも言いにく。一緒に行こう。行こう。僕はもうあのサソリのように、本当にみんなの幸いのためならば、僕の体なんか百遍焼いても構わない。うん、僕だってそうだけれども、本当の幸いは一体何だろう。打ち上げがあるそうで、俺は主演を挨拶した後、一足寮に戻っていた。感想は？これらのことを想像することが息が詰まってしまった。食堂で一人ぼんやりとしていた。何に息が詰まるかといえば、もちろん瀬能のこと。点々点。要さんの言う、あ、味を知ったんか？朗読劇の。やっぱね、現場もね、お客さんに近い方がね、わかりやすいからな。すま。
あえて話さない。その選択を取る。俺に話す義務はない。そして話さないことは簡単だ。話してあげない。これも優しさだな。けどなんだよ。結局言うんだろ、こいつ経由で。人を使うな。ケイトは。引き分け。いや、負けたかな。引き分け、うんうん、負けてない、絶対。何戦ったんだ。なんか、いろいろ追加で注文されたけど、全部真っ向勝負で返したからセーフだもん。おお。セーフかアウトかの基準は俺にはよくわからないけど、もう穴かされて帰ってこなくて。2回目だろ、ワークショップ。この感じ。この感じというか、今回で。2回目ごときでな、調子乗んなよ。そうかな。あんまりそういう風に思ってなかったんだけど、お兄ちゃんがそう言うならそうなのかも。何も考えてない振りがうまいんだな。無敵感が出ている。この調子ならこれからうまくやっていけるだろう。全部あれだな、一線引いてんな。そうそう、どうだった、いつみさんのお芝居。まあまあだったよ。ああ、よかったよ。いつみさん、男の子役すっごく上手だったよね。あんなの真似できる気がしないよ。うん、そうだな。ちょたボイスはうまかった。それは同感だ。私だね。あ、いつみさんからだよ。着信音は何？バイブなの？遅くなってごめんなさい。今電車に乗りました、だって。あ、そう。本当だよ。ちょっと瀬野さん、あ、結局言いに行くんかよ。うん、行ってらっしゃい。うん、ディスプレイを見ながらだったか、小松が俺の方を見て固まった。ああ、そうだけど。お二人はいつの間にお付き合いを。管理人として行くんです。一方的にそういうことを決めつけるんじゃありません。ということはお兄ちゃんからのアクション、それこそそんな一方的なことして大丈夫なの？好感度上限まで行ってる？行ってないよね。好感度一個も上がってません。行ってないだろうな、一個も。その好感度、これから下がる。ゼロより下があるんか。あれ、長倉くん？いや、これ駅前なんだ。商店街ってあるとこあるんだな、今時。買う予定のなかった適当なお菓子を買い込んでさりげにアピール。我ながら涙ぐましい。今日はお疲れ様。寮まで一緒に戻ろう。うん、そうしましょう。もしかして迎えに来てくれたのかな。心の近く暗くない、君の絵。今日は見に来てくれてありがとう。どうだった？ショタボイス上手だなって。本当？やった、リアル男子からそう言ってもらえるのは嬉しいな。リアル男子ってなんだよ。見てくれた人たちからは、よかったって言ってもらえたわ。お、味を。最初は手探りだったんだけど、長倉くんのお墨付きなら、自信持っていいのかも。なんでそこまで、信頼してくれてんの？そっちを俺にしていくのもありなんじゃないかなって思えるぐらいだったよ。かなめさんは知ってんの？男の子の声がやれる。養成所の頃に聞いてもらったことはあるけど、でも、評価はいまいちだったのよね。いまいち。でも今聞いたら印象も違うんじゃないかな。そうかしら。でも長倉くんがそう言ってくれるなら、うん、今度話してみるわね。まだ舞台の。まだスルメのように舐めてんな、噛んでんな、味を締めてるな。それ以降は喋らなかった。
この充実感。舞台の主催？どういう関係なの？養成所に講師で来てくれてた人の友達で、いろんな舞台を手掛けてるそうなの。へえ。あ、それでね、今度は朗読劇じゃなくて今回のメンバーでストレートプレイもやってみないかって。なんか学生のあれみたいな、サークルみたいだね、やってること。ストレートプレイ、スタンダードな舞台、劇やるんか。ただ役者にとって舞台っていうのは中毒性があるから、目的を見失っちゃう子も多いの。誘導する方も誘導する方だよな。声優として頑張りたいのか、マルチタレントとして頑張りたいのか、どっちかだよな。それで出るの？うん、まだ返事はしていないけど、やろうかなって思ってるわ来月には稽古を始めたいって言ってたから、早めに答えなくちゃね。美味しいか、そのガム。いつまで噛んでるんだ。吐いて現実に戻れよ。瀬野さんの今後はどうなるか、俺の知ったことじゃないそんな風に思われなら楽だったんだけどな。望む道に向かって全身全霊で打ち込む学園生活を提供してあげたい。寮長、話されて選択肢を選ぶことは、いや俺選んだよ。お前にはできても俺は選んだよ。瀬野さん、承認欲求が簡単に得られたかって、今スケジュールを埋めちゃったら、今度の仕事が入れなくなっちゃうよ。きつっ。え？そらな、信頼してる人間から、バーンって殴られた感じだろうな。いきなり。スケジュール、今に必要な舞台申し出ることじゃなくて、スケジュール開けて仕事の入る余地を作っておくことだ。ごめんなさい、ちょっと整理させて。つまり長倉くんは舞台に出ることには反対だって言いたいのよね。正解。反発心が見て取れた。確かにな、あんだけ気持ちいいことしたのに急にポイだからな。さっきは私のお芝居良かったって言ってくれたけど、嘘だったのかな。瀬野さんにとっても自信を深めるいい機会だなって思って。お芝居は良かったよ、でも本業を大切にしないとね。お仕事がなかったから NG にしたの。もともと入ってた仕事はしっかりこなしてるわ。だけど NG を出したことで、もしかしたら入れてもらえたかもしれない仕事を得られる確率はゼロになった。そんな言い方。喧嘩をしたいわけじゃないんだ、ただ優先順位を見誤っている。お、いい舵切ってんな。まあ何歳だ、2回目か人生。正面からきちんと話せば相手も理解してくれる。根気よく接すること。お、ゲーム友達から言われたんだよな。優先順位って？舞台の楽しさ、直で聞けるのも嬉しい。今日をきっかけにこれから舞台の仕事を目指していきたいと思ってるなら、出演で続けるのもありだと思う。でもそうじゃないんでしょ。声優としての成功を望んでいる人だって、俺はそう思っていたんだけど、違う。それは一日の時間限られている。今の瀬能さんの24時間に舞台を持ち込みを言われたから。でもお芝居の勉強だって大事だし。瀬能さんより上手い人なんてどこにもいなかった。気づいてるよね、そのことには。瀬野さん以外は趣味レベル。まあサークルなんだな、要は。力量の差、歴然。
違和感が出るばかりで舞台としての成熟には至らない。確かにな。ものすごい芝居をする人と人の舞台に立てるならいいけど、今回と同じクオリティを繰り返すなら時間で無駄だよ。あの環境、うわぁ、とんでもないカジキんな。なら、中倉くんがお仕事をくれるっていうの？それはできない。そうだよな。プロデューサーでもなんでもねえからな。いつみ、長倉、お疲れ。あんたらも帰り。うわ。いやー、マジだるいわ。今日の現場きつすぎた。そっちも舞台お疲れ。ええ、ありがとう。ノアもお疲れ様。ごめん、私やっちゃった。お、察してくれ。何もやってないよ、方向性について。ちょっとおしゃべりしてただけ。おしゃべりしてただけ。ほらほら、帰ってお風呂に入りましょ。汗かいちゃった。流してこい、目の汗を。先に行くわね。悪役になってしまったなという後悔に。まあなあ、前そういう役者なんだって考えたらいいやつだな。やっぱ悪者になるって一番辛いからな。ようやったと思うわ。褒めます、私が。ケイト、おめでとう。おめでとう、ありがとうだな。言ってくれて。最近釣りばっかしてる気が、釣りばっかりしてる気がするな。ギルドの集会は昨日、今日のことが気になりすぎて、欠席してしまった。社会人、未知決。再び釣り三昧。公務員しかいないんか？公園でずっとぼっとしてればいいんじゃない？釣りまくるしかないな。グランドクルス来たか、先輩。やあケイト、昨日はどうしたんだい？君がいなくて寂しかったよ。いろいろ悩んでいて、ちょっと参加できる気分じゃなかったんです。こんないかついやつ、この小心者のさ、ちょっと流すね。それは苦しかったな。流すなよ。ぶしつけにすまないことを聞いた。本当だよ、調子乗んなよ。イケメンボイス。今日はどうしてるんだ？いつものところかい？ん？あ、釣りか。ではそちらに行くとしよう。早いな、釣りするの。リアルで女の子というのは妹さんかい？あれ、妹いるって話しましたっけ？ああ、話していたぞ、かなり前だが。これボイスな、ボイスあったらあれだな、嘘っぽいの分かるな。いやでもそんな即レスできるなんて、グラスさん俺のこと興味ありすぎません？気まずいよ、そんなこと言うと。あんまり返事ないとドキドキするんだけど。すまない、少し離席をしていた。こんなマッチョが言うか？小心者すぎるな。こんなヒゲまで生やして。この前相談させてもらった。子なんです。そうだったのか。平和的に話すことは難しかったかい？
言い過ぎてしまったかも。もっとオブラートに包んだ言い方をすべきだったかなって。いや、言ってあげる優しさよ。なるほど。怒るにも労力いるからな。ケイトは冷静な人間だから、君の言動に間違いがあったとは俺には思えないな。お、誠意を持って接しても望んだ結果に至らないこともあるさ。喧嘩をしたというのはいつのことだい？今日かな。見てるんか？監視カメラでもあるんか？後ろに。ならばここからは俺が伝えたアドバイスを実行するのみだな。根気よく接することか。自分から殺っていけない。毎日手紙を送ろう。その通りだ。自分から誠意を見せ続けることが大事だよ。次会うときに気まずそうな雰囲気を出したら、確かにな。真摯に接すべき。友達をしよう。グラさんはカウンセリング経験でもあるんですか？そうだな。仕事から悩み相談を受け付けたりもしている。悩み相談とはラジオのメールのことかな。そういうことになるな。ガチのカウンセラーさん。夢を与えるとは言えないだろう。謎が多すぎるとグランドクルス。で、好きなのか、その子のことが。さすが社会人。好感は持っていますけど、好きというのか。でも嫌われるのは良い気分じゃないかもしれない。なるほど。ケイトはモテそうだし大変だな。俺なんてキャラはこんなんか地道ですけど、リアルはヒョロヒョロのヒョロキョロジュですよ。見た目の話をしているのではないさ。君みたいなやつに出会いたいと思っている女の子はたくさんいると思うよ。照れくさいな。抱かれてもいいレベル。お互い寝かましてるかもしれんしな。ちょうどいい時間。何時？元気出ました。今日はこれから始まるクルシのラジオの時間なんで失礼します。ありがとう。クルシ好きなんですか？苦しんでる人？それではまたな。俺も寝るとするよ。何のありがとうだよ。爆速でログアウト。仕事忘れてたんか。ネットでさ、別にこういうの公言するのいいけどさ、どっちもどっちか。リアルで言うのも、そういうとこ選択するのは失礼だよな。俺もログアウトするか。ピュッ。ゆかこ結構朝ですよラジオ。まだギリギリこんばんはでいいですよね。クルスゆかこです。時刻は何時何分。今日のゲストはっていうのは言わないの？てて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 。まあ向き合ってくれること。そうだな。まあ俺なければね、そのうち向き合ってくれるよ。迫り来る月曜日ちゃんに怯える皆さんの心を癒せるよう頑張っていきたいと思います。ではいただいたメールをいくつかご紹介しますね。お名前は本名がご希望なんですね。何？脇坂鉄心さん。お、戦国武将みたいな凛々しいお名前。メールありがとうございます。鉄心、そら声出んな。うテッシーにジャンピングドキドキさせられる恐怖。
てってん。え、な、読めよ。人気声優の作り方。読めよ。どんなメール送ったか気になるじゃないか。あっという間に朝日が差し込んできた。具体的な時間言わねえな。生活リズムじゃ結構苦行だな。ラジオ何時にやってんだ ?3 時ぐらいか。ラジオのメール出し忘れた。先行リード。ゴールインだろ。読まれたら。忙しさがトリプルブッキングだな。一日十通。一通に精神繊維込めて、俺目を入れよう。そして読まれるかもしれん。あの。おぉ、鉄心の。なんだ。なんだ、向き合ってくれたか。おはよう。朝早くにごめんなさい。いや。昨日のことで、少し、いいかしら。構わないよ。まだあれか。ちょっと反骨なんか。ありがとう。お邪魔させてもらうね。